はい、どうもです。おいじでございます。今日はね、日曜日ですね。まあ、ちょろっと買い物に来ました。うん。で、ちょっとね、買い物品ちょっと紹介しようかなと思います。よろしくお願いします。まずね、もうスーパー行って安かったんで、山崎さんのね、スイートブレンド。うん。こちら108円だったんで購入してきました。まあ、パンはね、まあ、食事にもいいし、スイーツなんかもにもね、ちょっと使えるんでね、購入してきました。まあ、続きまして、まあ、いつもの水なんですけど、まあ、日曜日ちょっと安いんでね、それで購入してきました。はい、続きましてこちらでございます。今日ね、もうめっちゃ暑いのよ。めっちゃ暑い。で、お昼ご飯にね、まあ、冷たい麺系を食べようかなと思って、まあ、流水麺の細うどん、稲庭風細うどん、半額107円だったんで購入してきました。2人前ですね、これね。うん。まあ正直ね、まあ自分で茹でたりだとかした方が安いんだけど、もう手間も考えて、うん、これにね、しちゃいました。はい。で、今日はね、あるものが欲しくて、ちょっと声優さんに、まあ行ってきたんですけど、この間買ったんで、まあ紹介はしてると思うんだけど、皆様のね、お墨付きブランドの炭酸水。ビルベリー&ストロベリー。うん。これ、ね、炭酸水なんですけど、まあ、まあ、それなりではありますよ。うん。まあ、いちご系の味はちょっと好きなんで、まあ、そういうのでもいいんだけど、とにかくね、ほら、色合いが綺麗でしょ。うん。前買ったあの、ワイングラスみたいなやつにこれを注ぐとね、すごいちょっとおしゃれ感出るんでね、今回はね、まあ、1本、2本、3本。3本買ってきました。場合によってはね、人気ないと長く残ったりするんだけど、要は売れ残りがね。でも人気あっても再販っていうか再入荷みたいなのしないから、あるうちに買っとかないとダメなんですよね。まあそれでちょっとね、3つ買ってきた。5本ぐらい残ってて3つ買ってきたわ。うん。でもしこれ飲み終わってあればまた買えばいいっていう話なんで、もうとにかく色合いが綺麗で可愛らしいから。これセリア。ダイソーがめっちゃ混んでたんでね、セリアさん行ったら空いてたんで、スポンジがもうね、ダメだったんで買ってみました。今回ね、ちょっと固めって書いてるんですけど、これちょっと買ってきた。前回買ったダイソーのスポンジ、カラフルで綺麗で可愛かったんだけど、あれはね、もう、ザラザラ麺がすぐね、ボロボロになっちゃってダメだったんだ。で、はい、皆様のお墨付きのね、トマトケチャップ。この間パスタ買ったんだけど、パスタを、で食べるのが、まあマヨネーズ入れて、まあサラダマヨにするとか、あと麺つゆとか入れてね、和風のスパゲティとか、レトルトカレーとかもかけて食べたりしてるんだけど、まあケチャップ味をね、食べたいなと思ってね、まあ買ってきた。しばらく買ってない。ケチャップはね、それこそなくてもなんとかなる調味料っていうか、そういう感じなんで、うん、いいやと思ってね、買わないんだけど、今回はちょっとね、買ってみた。あればあったで使うんだけどね。で、はい、うん、ピーナッツをね、どうだったかな、なんか初めてのような気もするんだけど、セブンイレブンさんのね、ピーナッツ、まあ、多分、内容量はどのくらいかちょっと覚えてないんだけど、130円くらいするのよ。まあ、美味しいしね。うん。で、これはね、100円のところで置いてあるやつなんで、プライベートブランドみたいな。若干ピーナッツがちっちゃいような感じもするんだけど、まあ、このシリーズはね、結構信頼感あるのよ、声優さんの。うん、このシリーズ。ちょっとお試しに買ってみました。で、それ関連で、これ最後になっちゃうかな。うん。もうお試しになるんだけど、札幌一番がなくなったのね。うん。で、これ。ちょっと、熱暴走がもう出たな。はい。皆様のお墨付きの醤油ラーメン。これね、5食入りでね、198円ですよ。うん。美味しい。まあ、先ほども言ったけど、信頼感が高いんで、美味しければこっちにすればいいかなと思って。うん。それで、まあ、買ってみました。お試しにね。はい。ってことでね、ちょっと以上でございます。ちょっと熱暴走起きちゃってるんでね。
まあ、ちょうど買い物もこれで終わりなんでね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。